んにちは、タカチャンネルのタカです。今日はですね、仮面ライダーエグゼイドの感想を言いたいと思います。コミカルな演出とシリアスな演出交互に出てきて、視聴者を飽きさせない作りになってましたね。ゲームを見てるかのような演出がなされてて、すごく楽しかったです。見てて楽しかったですね。というわけで、今日紹介するのはこちら、デラックス決め技スロットホルダー&爆走バイクガシャットです。イエーイ、来ました。こちらですね、 Amazon で注文しました。はい、じゃあちょっと中身パッケージをよく見ていただきましょう。パッケージ、こちらが前面、そしてこちらが上ですね。はい、こんな感じです。裏面がこうなってます。裏面の上の方ですね。はいはい、1ライダーガシャット2本収納できるですね。2決め技スロットにセットして必殺技発動。そして3別売りのゲーマードライバーと連動ですね。はい、バイクに変形するってことは、仮面ライダーダブルに出てきたアクセルみたいな存在ですよね。パッケージ開けてみましょう。さあ、こちらからじゃあちょっとこう出てくるかな。ここから出てきますね。パッケージ裏表逆だからね、ちょっと分かりづらいですよね、開け方がね。どう開けたらいいか。はい、こちらパーン、キラーン出ました。はい、まずセット内容がこちらです。決め技スロットホルダー本体と、はい、ホルダーパーツ、そして爆走バイクガシャットです。はい、こちらの3点ですね。ベルトに取り付けてみましょう。はい、こんな感じでベルトに取り付けられます。この溝に合わせるのか。そうか。取り付け終わりました。決め技スロットホルダー組み立て完成です。はい、じゃあ絶縁シートを抜きましょう。はい、そして音はどうなるか聞いてください。いきます。おお、かっこいいですね。まずレベル1に変身してみましょう。いきます、変身。はい、こちらは今まで通りですね。いきます。じゃあ続いてレベル2です。いきます。やっぱりゴーストの時と同じで、前作のゴーストと同じで、韻を踏んだような感じですよね。レベル3いきます。レベル3になりました。シャカリキスポーツガシャットを差し込んで、レベル3に挑戦します。いきます。はいはい、なるほど、こういう音が鳴るんですね。バイクガシャットを刺しましょう。刺し込みました。そしてこちらにあるボタンを押します。見えますか、こちらの銀色のボタンを押しますよ。いきます。
排気音が鳴ります。そしてもう一度ボタンを押します。じゃあもう一度鳴らします。会心の一発出ました。はい、こちらはこの会心の一発っていうのはランダムに再生されるようです。ガシャットが3つセットできます。必殺技マイティアクション X で必殺技です。こちらのボタンを押します。いきますよ。待機音が鳴ります。そして、ボタンをもう一度押す。はいはい、なるほど。派手な音声ですね。じゃあ今度は、シャカリキスポーツガシャットで必殺技発動してみます。いきます。ここが光ります。いきます。もう一度いきます。かっこいいですね。派手な音声が鳴りますね。これをつけることによってより派手になりましたもんね。はい、すごいっすね、これは。色がカラフルで、オレンジが加わりましたもんね、ここにね。原色系のオレンジが加わりまして、ここは全部派手な色で統一されてます。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。デラックス、決め技スロットホルダー&爆走バイクガシャットでした。僕的にはですね、この会心の一発って必殺技の後に言うあのセリフが好きですね。はい。そしてこのベルトがすごいね、派手になりましたよね。見ていただくとわかるんですけどね。派手に。色がオレンジ色で、ここは。ここがオレンジ色で増えましたね、色が。なかなかこれはかっこいいですよ。次回もまた見てくださいね。グッバイ!